In case of emergency, おはこんじるまー。はい、珍しい外ロケ、しかも今回は遠方に来ております。今回来てる場所はこちら、ザン、ドリームカプセル株式会社さんの本社です。ただいまの時刻なんですけども、9時55分ですねはい、もう完全に出張ですね。着いてから多少準備とかあったんでこの時間なんですけども、実際もうちょっと早く1時間ぐらい前に着いてるんでね、いやーもう遠路はるばる東京都心から名古屋まで来ましたよ。これぞガシャポンクエストの聖地。さてそんな聖地巡礼戦なんですけども、じゃあ一体ジールマンいくら分回すんだいって話ですよね。今回さすがに予算多めに設定してあります。だってね、遠路はるばる名古屋まで来て5000円1万円分しか回さないんだったら移動費の方が圧倒的に高くついちゃいますからね。なんと今回の予算3万円、これでいきましょう。2段の時、2段実機が、エコラさんで、ドリームカプセルのエコラさんで回したんですけども、その時の予算1万5000円でした。なんと今回倍でやらさせていただきます。まあただあくまでもこちらね、野良筐体という形でその大量に回せるかどうかっていう保証もありません。なので例えば他の店舗に回す分とかいろいろあると思うので、ドリームカプセルさん側から、まあいくらここまでですよっていう打ち止めが出た場合はそこで止めさせていただきますことをご了承ください。もしそうだった場合はね、まあ渋谷とか、まあその辺に行って、後日改めて、で合計3万円分、しっかりドリームカプセルさんに3万円を落とします。それじゃ何時になるか分かんないんですけども、ガシャポンクエスト到着まで適当にその辺を散策して時間を潰しましょう。これがメンバーさんの言ってたアピタか。人生で初めて見たわ。天気はちょっとね、雨こそ降らないものの、まあ台風とかの影響で微妙だね。まあでもあれだね、ほんと東京と違って空が広くて高え。こういうのがね、旅行の醍醐味ですね。非常に伝わりづらいんですけども、雨です。うっすらね、向こうが晴れ間なんで、お天気雨ですね。僕は天気予報を調べたら、明日、明後日くらいまでは曇りだったんですけども、一通りね、冒頭部分撮って移動中に雨に降られるっていう、いやもう本当に圧倒的雨男、ジールマン。はい、ということでですね、ただいまの時刻、12時7分ぐらいですかね。まあもうちょっと入会自体の時間は早かったんですけども、ジールマンが現場に戻るのにちょっと時間食ったりとか、そこからね、撮影準備をもう一回してたんで、この時間になりました。さあ、ご覧ください。こちらですよ。ザン。映ってる？はい、ご覧ください。ガシャポンクエスト、獣人の国、ポタル編。いいですね。女騎士と、そして獣人の男の子が描かれています。でこちらはまあ僕が到着するまでに誰かが回したか回してないかちょっとわからないんで、一旦これね全部回します。その上でまだ回してもいいよということだったら実際補充していただいて、空っぽの状態から満タンにした状態、そこから全部引いて、まあ、ちょっと袋のね内訳なんかがわかるように引けたらいいなと思います。あくまでの予定です。それでは実際に回していきましょう。はい、ですね、他のお客様がいらっしゃったんで、ちょっと、ね、撮影止めてんで回したりしたんで、ちょっと、中身が変わってしまったんですけど、結果的に、綺麗に補充され直したということで、こちら引いていこうと思います。はい、ということで20連しました。これでね、この動画が上がった次の日に開封配信をしますので、生放送でしっかりと足音をね確認しちゃいましょう。ということで、あまりにも熱すぎるんでちょっとねこれを一旦外して、残り、何万円分か分かんないですけど、それ全部引かさせていただきます。急遽
都築社長に来ていただきました。わざわざすいません、ありがとうございます。いつも YouTube ご覧の皆様中の人ですよ。そうですね、ドリームカプセル中の人、都築社長でございます。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ、またこの後も僕ちょっとガンガン回させていただくので、はい、よろしくお願いします。すいません、はい、先ほどもね、すでに何回か補充の方でやっていただいております。あ、いや、まあ、ですか、もうありがとうございます。はい、わざわざと思って本当お忙しい中、いえいえ、皆さんもそうですね、回したら見つけてもいい。そうですね、ぜひガシャポンクエストを枯らしましょう。ドリームカプセルで枯らしましょう。はい、で、ね、ドリームカプセル中の人さんのスペースもね、はい、やってらっしゃるので、ですよね、月1ですか。そうですね、はい、ですので、それもツイッターをフォローして、はい、ぜひ聞いていただければと思います、はい、僕も時間を取れれば聞くんですけど、たまたま僕の配信かぶってるからなんですけど、いや全然、はい、いつもやってらっしゃるのを見てるんで、はい、聞いてるんで、はいはい、よろしくお願いいたします。じゃあみんなチャンネル登録してね高評価もよろしくっつってありがとうございます、本当に。はい、ということで今回は夏休み企画ということで、ガシャポンクエストのもはや聖地ともいえるドリームカプセルさんの本社にお邪魔して、実際にガチャを引いてみました。まさかのね、都築社長までいらしていただいて、しかも気さくにお話までしていただいて本当にありがとうございます。あと、ここは基本的に入れ替えするときに、なんか補充するときにね、社員の方が出てやってくださるんですけど、本当にね、お暑い中何遍も何遍もね出ていただいて本当にありがとうございました。おかげでね、もうホクホクでございます。なんとかね、雨もね、無事台風もどうにか避けたい、はい、東京から名古屋まで遠征した甲斐がありました。本当にありがとうございました。でですね、先ほども言いましたけども、今回引いた60個、明日配信生放送で全部開封します。でこれも重ねてになりますけども、そのうちの20個アソートが分かる20個もしっかりと混ぜずに持って帰って保管しておきますので、アソートが知りたいという方お楽しみに。てなわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画、別の配信でお会いできることを楽しみにしております。それじゃあまたねー。